はい、じゃあダブルストロークちょっと解説しましょう。まあ、つまんでる状態でこう置くと跳ねるよねっていうところがまず一つポイントですね。これ跳ねないとちょっとうまくできないですね。で軽く指を添えるんですけど、この時も、まあ、蛍光灯が割れないように握ってるとか、あとはひよこをね、生きてるひよこ、まあ掴んだことあんまないと思うけど、殺さない程度に握ってるっていうのがベストっていうぐらいの、ギュッて握るとなんかちっちゃくから死んじゃうじゃん、多分ひよこって、うって。それをなんかふわってこう優しく包んでるっていうぐらいがね、この握ってる強さのポイントですね。でそれの形でハの字を作ります。これが大事。これがね、絞っちゃうとね、うまく跳ねない。でこういつもさ、ハの字でさ、この角度から斜めにこう落としてねって言ってるんだけど、これが例えばこういう角度から入っちゃうと跳ねるのにこっちに跳ねちゃうわけね。変な方向に跳ね返りが起きます。それを防ぐために必ずこう上から落とす、上からね、スティックが面に対してこういう角度から角度が入っていかないとまっすぐ跳ねないので、斜めに跳ねると打点が乱れちゃうからね、まっすぐ跳ねさせて握る。そこまでふわっとしてるんだけど、握るときは一瞬クッて握っていいです。スピーディーにポンポン。これ今ね、感覚広いですよね。ポンポン、握るタイミングがポンポン、これのポンポンっていうタイミングで握れば音も狭くなる。まずは片方ずつでいいんで、正確に思ったタイミングでね、自分がポン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 と思ったタイミングで動かせるっていうのが一つで、それが慣れてきたら右と左をずっと継続してるように聞こえるように叩くっていうのがあって、おにぎりってやったじゃん。おにぎりおにぎりを右右左左右右左左、おにぎり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 って交互で叩くのも、おにぎりおにぎりって左右と左で、っていうとダブルストロークって速くなってきて、だんだんロールになってくるんだけど、まあ、そういうところですね、やっていきましょう。